はい、どうもお疲れ様です。日々ビジネスやお金に関する発信をしているんですけども、今日はですね、巨額な赤字を出してもまだ維持されている、不思議なビジネスについてお話ししようかと思います。これはね、昨今 YouTube のおかげで多くの人が知ることになったんですけども、ローカル線ですよね。今で言うと JR、 当時は国鉄だったんですけども、私のね、住んでる地区、広島県にも県北の方に行くと芸備線ってのがあるんですよね。で、これっていうのは、岡山、それから島根、広島、この3つの県にまたがって走っているローカル線なんですよ。で、今車両は1両になって乗客も少ないんですね。で、区間によっては10円の売り上げを立てるために経費が25万かかると。で、年間の赤字が数億円からね、20数億円というふうな形で計上されてるんですよ。でも、ここの赤字を JR は黒字路線で埋め続けてくれたんですよね。で、なんでこんなね、採算の取れないようなローカル線を今まで維持していたのかってことですけども、やっぱりそこには少数であろうとも住民の足があったからなんですよね。ですんで、区間によって独立採算を無理にしても、JR 全体の利益でもって赤字路線を埋めていくっていう作業をしていたんですが、それもいよいよね、限界になってきたと。そもそも鉄道っていうのは大量輸送っていうのがですね、一つの目的であり特徴だったわけなんですよ。で、ビジネスとして例えば電車を出しても1人か2人しか乗らないとかね、駅によっては1日中誰も乗らない駅、その駅を維持しないといけない、線路を維持しないといけないともなると、やっぱり相当なコストがかかるわけですよ。で、これがね、国鉄だったら国債の発行によって路線を維持するってことが可能なんですけども、民間会社ですからね、株主がいますからね、赤字路線のおかげで株価が上がらなければ株主から訴えられる可能性もあるんですよ。でも鉄道っていうのはもともと日本国民の移動の権利を確保するために全国津々浦々に張り巡らされたわけなんですよね。で、国の事業である以上黒字である必要がないと言ったら言い過ぎなんですけども、赤字路線を維持する大義名分はあったわけなんですよ。でも民間会社になるとそうはいかないですよね。利益を追求することが最優先になってきますんで、赤字路線は次々と閉鎖になっていくわけなんですよ。で、現実ね、ローカル線って一部の鉄道マニア以外にはもう利用されてないんですよ。だから移動のために地元の人に全然見向きもされてないんですよね。ここがね、ポイントなんですよ。鉄道って移動の手段であったのに、今は文化的遺産とか、なんか郷愁の念を誘う歴史的産物になってしまったんですよ。じゃあ、それを維持するために全国の鉄道ファンがコストを割り振ってくれるかっていうと、そうはいかないですよね。で、地方自治体、県とか市とか市区町村ですよね。こういったところが費用の負担をするかっていうと、安分してるところあるんですけども、基本的には JR が一本足で支えなければならないっていうことなんですよ。多くの人の思い出を維持するために JR がそのコストを負担していく。で、ひいて言えばそれは都市部の運賃に跳ね返ってきてるわけなんですよね。そう考えていくと、鉄道は役割を終えて非常にもったいないんですけども、これからどんどん廃線になっていってしまっても多分日本国民困る人はいないのかなと。で、ローカル線のすぐそばにはすごく便利なね、幹線道路が走っていて、そこがビュンビュンと走れるわけですよ。それこそローカル線に1人2人乗る間に、そういった一般道にですね、車が何百台何千台と通っているということで、もう人々の移動は個人の、マイカーですよね、こういったものにも世代交代したのかなっていうところなんですよね。だから鉄道ってのは本当なくなるのは寂しいんですけども、ただそれだけなんですよ、もちろんなくなってしまうと復活ってのはほとんど不可能ですから、なくすには大きな決断がいるんですけども、でもそうは言ってもね、維持しても使われませんからね。じゃあ、これが本当にビジネスと言えるのかっていうことになりますけども、やっぱり人間には感情がありますんで、寂しいというね、この感情を大切にするのもまた人の営み、ビジネスの一つの形なのかなと思いますね。費用の負担お前がやってみろって言ったらね、誰もがやりたくないわけですよね。で、 JR が負担してるからこそ、マイカーを主に利用する人っていうのはこんなこと言ってられるかもしれませんけども、結局運賃に跳ね返ってきた
そしてそれが不自由だと思う JR の、乗客の方からすると、使ってもない路線っていうのは、確かに思いはあるけれども、なくなっていく運命っていうのはもう確保しないといけないのかなって感じですよね。まあ、こんな風に世の中にはね、ビジネスにならないようなビジネスっていうのがあるわけですよ。で、ちょっと無理やりつなげますけども、消費税ですとかインボイスってものがあります。頑張って儲かるようにすればいいじゃんっていう考えもそうなんですけども、今みたいにローカル線のようにね、利益をどうやっても出せないような民間企業の形もあるってことなんですよね。だからここは、ビジネスである以上本当は淘汰されるべきなんですけども、でもなくならないのかなというところありますね。まあ、JR の例を取るまでもなく、世の中にはマーケット規模が小さいものもあるんですよね。まあ、例えばどうやっても黒字にならないような民間会社とかね、努力とかなんとかじゃなくってですよ。それからどう頑張ってもマーケットサイズが全体で1000万円規模しかないとかね、そればかりか逆に売上規模が無限に広がるものもあるんですよ。まあ、それはこれから広がっていくマーケットかな、例えば AI とかっていうものもこれから広がるマーケットだと思いますけども、ただ飲食っていうのはね、どうなんでしょうね。飲食っていうのは日本人の胃袋が急に大きくなってね、1日3食から4食になるわけないんで、多分飲食とかっていうのはこれから劇的な淘汰が起きるんじゃないかなと思いますね。それこそ飲食店の10軒に3軒は閉めていかなくちゃいけなくって、そういった流れっていうのが今後ね、年を追うごとに増えていって、まあ、地方から飲食店が消えていって、まあ、チェーン店もなかなか細かい、地方都市に入らないようになってみたいなところがあるんじゃないかなと思いますね。でまさに飲食店なんてのは年間ね1000万円以下の売り上げで持たすような形態になるような気がするんですけども、いかがですかね。はい、まあ、ビジネスってのはね、全てが理想通りにはいかないと、現実ってのは正しく動いていないっていうことなのかなと思います。それでは次回もよろしくお願いします。